藤井王座がストレートで防衛達成。に対するネット民の反応。将棋の第72期王座戦五番勝負第3局が9月30日、京都市のウェスティン都ホテル京都で行われ、藤井聡太王座七冠が挑戦者の永瀬拓矢九段256手で勝利。シリーズ成績3勝0敗で初防衛を達成し、通算タイトル獲得数を25期に伸ばした。藤井王座は終局後、結果を出せたことは嬉しい。本局は苦しい将棋だったので、内容をより高めていかなければと感じたと話した。恐ろしかったな。毎度のパターン。何回これを見せられるんだ。永瀬魂抜かれたな。これを永瀬のミスと呼ぶのは酷。一回だけならまだしも、何度も続く藤井くんの罠を1分で読み切り続けるのはまあ無理だよな。永瀬も解説も不甲斐ること思考から抜け落とさせたのやべえわ。思考の毒まんじゅうだったな。あれなら食らっても諦めがつく。永瀬のおかげで藤井の凄さを引き出してくれる。頭かきむしらなかったのは成長かタイトル保持者じゃないからか。AI はこんな勝負術教えてくれないんだけど、どうやって鍛えてんだろうな。いやー、すごいもん見た。しかし永瀬にとっては残酷なシナリオだな。時間さえあればな。あ、ダメじゃん。歩が9筋打てないとつまない。手指してから気がつく絶望感よ。当然に思えた歩の合駒が敗着とか怖い。実戦で限定合駒の詰め将棋作成とか久々に見たわ。藤井王座の強烈な毒まんじゅうで防衛達成。永瀬は今日すごい集中してて良い将棋指してたよ。ハブマジックの超進化版って感じ。ハブマジックよりロジカルだよな。だからこそすごく冷たく感じる。残酷なまでに差を突きつけられる。しかしハブさんの時はハブマジックって言われてたのに、藤井聡太さんやと毒まんじゅうって言われるのちょっとなんとかならんかねう。解説の96歩以外打ったことないですよは言えて妙なんだよほんと。これ永瀬攻められねえよ。毒まんじゅうの仕込みがうますぎるだろ。ついに永瀬もストレート負けクラブの仲間入り。複数挑戦で逃れてるのは大地のみ。川崎や明日からストレート面。藤井七冠史上最多7タイトル戦でストレート勝ち。これまでの記録は中原誠16世名人羽生善治九段の6タイトル戦ストレート勝ち。全身棋戦は同一とする。いつから96強を狙ってたのか。1時間くらい1分将棋だったのに。あそこで1分で桂跳ね考えられるやつなんて藤井以外にはいない。いやー恐ろしいものを見たわ。これだから聡太の将棋は最後まで見ないとならんな。9七歩の合駒は自然な手で、別に永瀬はミスったわけではない。それが毒まんじゅうだと見えていた藤井が1枚上手だった。これ毒まんじゅうっていうのか。毒まんじゅうってのはただとかで美味しそうに見える駒だけど取ったら負けという駒。今回のは毒まんじゅうとは言わない。毒まんじゅうというより常識を疑う力というかなんというか。仮に9七歩で負けと気づいても、桂までしのげるとか1分将棋じゃ無理だろマジでえぐい。時間なかったら普通に歩打つわな。藤井も隙があって小勢にまで持っていけるのに、終盤にこんな罠仕込まれたら空闇落ちもするわいなこんなもん。藤井曲線もすごいけど、こういう窮地で罠を仕込んで大楽天する将棋の方がエグさを感じるな。プロが皆第一感で指してが致命傷になるとか全棋士が絶望するだろこんなの。一分将棋だとほとんどの棋士が不打つだろ。先入観ってやつだな。怖い怖い、プロだからハマるわな。マジでこれは名局賞候補筆頭だろ。最終盤まで高度なやりとりで互角が続いた上で、秒読みになった藤井が唯一の握手からの最後の最後に常識外の罠で大逆転。大地一手一手のよりの状況なんですが、後手の方はまだ一山仕掛けるんでしょうね。フラグ立てる名解説だった。漆黒のドドマンジューブラックマンデー。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。